ボクシングの WBC&WBO 世界スーパーバンタム級2団体統一王者、井上直也、大橋は26日に東京、有明アリーナで WBA&IBF 世界同級2団体統一王者マーロン・タパレス、フィリピンと4団体統一戦を行う。勝てば男子では世界2人目となる2階級4団体統一の偉業。 世界が注目する決戦の感染機運を高めるべく、医療へのカウントダウン、と題し、過去のナチン場面を紹介する。今回は物議を呼んだ KO が、奪われた瞬間など。動画、KO が奪われた。審判が奪った、ストップすべき、井上直也がドネアを悶絶させ、レフェリーが割って入った動画丸2019年11月、ワールドボクシングスーパーシリーズ、WBSS、 決勝, KO 勝ちかと思われたノニとドネアとの第一戦11回に井上の強烈な左ボディが脇腹に突き刺さった後ずさりするドネアを仕留めにかかったがレフェリーが割って入る少し歩いたドネアはコーナー付近で膝をついたこの試合で両者唯一のダウンだったダウンシーンの動画を WBSS 公式 X 旧 Twitter が公開 海外ファンからは、見事なボディーパンチ、と興奮の声が相次いだ。一方、カウントが長かったこともあり、レフェリーが井上から KO を奪った。この時のレフェリーは良くなかった。ほとんどのレフェリーはこの段階でストップをかけるだろう、と、レフェリーへの不満の声も少なくなかった。当時は海外のメディアや記者が、幻の KO 劇、と指摘。しかし、井上が判定勝ちし、 多くの海外メディアなどで年間最高試合に挙げられた。丸2023年2月、ドネアが語った井上のパワー22年6月の再戦でも井上に2回 TK を負けしたドネアは今年、米メディア、YSM スポーツメディアの YouTube に出演した。井上について、彼のパワーをどう評価する。と問われると、彼はスピードとパワーがある。そして彼はタイミングがいい。 それが彼を強くしている。どこにパンチを打てばいいかわかっている、と身をもって体感した長所を語っていた。さらに、彼は間違いなく強打を放つことができる。でも、彼よりも強く打つことができる選手はいる。たくさんいるよ。だけど、彼は間違いなく私が戦った中で最高の選手の一人だ、と称賛。最強モンスターと2試合を戦っただけに、 宿敵の説得力のある言葉は話題を集めていた。